で、移住されたい方からのご質問で、まあ、ブルゴス通り、ブルゴスストリートで楽しめるお店どこでしょうか。まあ、あと、55とかキャバクラですね。まあ、日本でいうキャバクラ。まあ、フィリピンの KTV というふうに言いますけども、まあ、夜遊びで楽しめるお店を知りたいってご質問なんですけども、まあ、結構ですね、東南アジアのですね、夜遊びのスポットっていうのは結構日本人が情報発信をしてるんですよね。ただ、まあ、結構中には行ったことない人が勝手に帰ったりとかですね、そういうのもあるので、まあ、気をつけた方がいいかなっていうところもあります。なので、まあ、現地在住者で信頼できる日本人、ただですね、現地で知り合う日本人、まあ、日本語で話しかけてこられると安心してしまうんですけれども、見知らぬ日本人から声かけられた時は気をつけた方がいいですね。結構投資詐欺の話持ってくる人が多いんですよ。で、実際そういう被害も僕の身近でも聞いてるので、まあ、僕のコンサル生さんにはいないんですけども、まあ、やっぱりその辺は気をつけた方がいいかなと思います。あと、昏睡強盗とか、まあ、現地の人とかですね、セットアップとかもあるので、